芸家、Y 資料の件についてご報告がございます。詳細はマーグリス審問官庁から芸家に直にお伝えしたいと。うん。教皇芸家におかれましては、ご機嫌麗しく。上辺の挨拶はよい。聞けば、Y 資料を保持していたレアリエン、空海ファンデーションの手に落ちたそうだが、これについての釈明はあるのだろうな。はあ。確かに Y 資料を保持していた百式プロトタイプは、現在、空海ファンデーション、つまりは第二ミルチア政府によって保護されております。ですが、これがどういう事象か理解しておろうな。かの男 URTV アルベドによれば、 Y 資料には強固なプロテクトがかけられており、これの解除には第二ミルチアにあるUMN 管理センターでの解析が不可欠とのこと。それも踏まえた上での現在の事象、すでに次の手は打っております。マグリス、先立っての第二ミルチアへの侵攻、ハインライン枢機卿による連邦軍上層部の捜査と聞くが、これについては。その件につきましては私は何も。おそらくは組織の思惑をおもんばかっての K 独自のご判断かと。その言葉、信用に足ると見てよいのだろうな。私は芸界の忠誠を誓った身、古の教具に振り回されるつもりは毛頭ございません。うん、まあよかろう。近々我が船団は非武装中域に対しての侵攻も考えておる。この私を失望だけはさせないでほしいものだな。承知いたしております。必ずや吉報をお届けいたしましょう、マーグリス。は、私はあの URTV は好かない。ある下賤な男を思い出すのでな。それだけは覚えておいてくれ。御意。年を取ると無駄に疑り深くなるようだ。弱い犬ほどよく吠えるものか。ペレグリ、そちらの様子はどうだ。順調ね。現在ヘルマンとリハルトに目標の追尾をさせてるわ。今回の作戦は我々異端審問官独自のものだ。よって ES イサカルの使用を許可する。はるか数千年前のものと聞いているけど、そんなものが役に立つの？ ES にはアニマの器が搭載されている。アニマの器？アニマの器はゾハルと時を同じくして発掘された物体。その力は一星系の軍隊にも匹敵する。扱いには十分注意しろ。苦労して復元したものを傷つけられてはかなわんからな。了解。